わからんわからん。ちょっと大きくなってるか？こっちが普通の熊の頭で、こっちが母熊の頭。あー、ちょっとでかくなってるか。ちょっとでかくなってるかね。修行さんね。でかくなってる。ちょ、かぶってかぶってる。うわ、これ餌のなくなるスピードがこれめちゃくちゃ速くなったんですよね。やばいな。ちょっと拡張しないといけないかもしれない。楽しくなってきたよ。そしてこの卵も結構もう何個か手に入れてあります。そして、こちら、蜂入り瓶。蜂が網で捕まえれました。いろいろ試してたんですけど、蜂が虫取り網で捕まえれました。じゃあまあちょっと調査してみましょう。蜂入り瓶調査来ました。蜂の巣。蜜蜂の世話をすれば蜂蜜が手に入ります。来ました。これで船の上で蜂蜜を手に入れることができるかもしれない。そして卵も調査してみましょう。来ました。何個傷を鎮静化し回復します。何個傷を鎮静化し回復します。あ、なんか2種類あるんだ。おー。あー、これで傷も治すことができると。このね、左下のハートマークを回復させる道具が一つもなかったんですよね。これはめちゃくちゃいいですよ。そして残りが、回廊型回収ネット。これしかもう習得するものがないんですけれど、これにはどうやら、チタンのインゴット。これもまだ手に入れてないんですよね。野生のキイチゴ18個持ってる。結局これ、ちょっとしか使わなかったのかな。で、このレコーダーもまだ使ってませんもんね。今後使うことになるのか。そしてメモをまあ改めて見たんですけれど、まあ、この拾った写真、こんなの拾ったっけ？で、なんか双子のコレア。これはここの矢印がついてるとこですね。A コレア、B コレア。で、このスケジュールってのが多分、まあ、このブルーノさんが書いたメモ、バルボアのレンジャーステーションを任されることになった。任されるメンバーのスケジュールなのか。そしてこのブルーノさんの妹アストリッド。この二人で、このバルボア島のステーションを任されることになったけど、交代が来ることはなかった。そして、アストリッドがいなくなってしまった。で、いなくなってちょっとなんかどんどんブルーノさんがおかしくなってくるんですよね。まあ妹と話がしたいだけなんだ。そしてなんかエロールって方も一晩中見ていない。まあ絶対に見つけてあげるよ。アストリッドとまあブルーノさんはまあ妹ですからね。でまあこの島は多分ステーション2、ステーション4、ステーション6で、この毒のマグが多分あの大きな母グマがいたところだと思うんですけれど。そしてこの右側のメモですよね。裏切りだ。父は殺人犯を信頼しているボービー。ああ、ここら辺がちょっとまだよくわからない。全員分のボートはない。すまないエロール、ミランダ。あれミランダさん一晩中、エロールを見ていない。ミランダに尋ねてみても、彼女もヘンリーも何も教えてくれない。ボートには二人しか乗れないとでも思ったのだろうか。ミランダさんなんかエロールさんになんかしませんでした？これ大丈夫かな？で、罪悪感が消えない。裁かれるまで安らぎは訪れない。ボビー。まあ、でもここに出てくるのは、あ、ボビーには熊の面倒を見てもらおう。はいはいはい。なんかブルーノさん以外の人たちがなんか結託してたのかな？パパはずっと前に決心していたんだ。パパはおばさんを追っている。ミランダはいつも通りその後を追っている。ちょっとなんか不穏な雰囲気を感じますよね。まあ、島に取り残されてしまってボートが二人乗りしかない。まあ、外に出るのがこの島で生きていくのか。そしてその人たちがなんかあったんでしょう。そして続いての目的地はここですよね。キャラバンタウンシャープ6888。はい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 。なんかあの画面にはシャープ6888しか
表示されてなかったけど、キャラバンタウン。次の目的地はそこになるんでしょうか。タウンってことは、まあ、街だよな。次の周波数が6888でしたよね。ここに設定すると緑になって、はい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 。ここかな？南に1734メートル、輪っかになってるところが、キャラバンタウンなんじゃないでしょうか。はい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 。あ、ストリーマー通りだ。つまり、風向きこっち側に行くと、街が見えてくる。と思うんですけど。そして現在今、エンジンを切っております。シックスエンジンめちゃくちゃ半端ないんですけど、これ。燃費も悪いので切ってます。なのでね、ほぼここにちょっとね、移動してきました。あ、いや、バッテリーがもったいない。やっぱりね、このね、レーダーの近くにこの風向き変えれる、進路方向をね、変えれるところがあるとすごく便利なので。そしてね、ストレージもここにちょっとかけて、釣った魚とかを入れております。あー、便利ね。いいですね。そして、はい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 、ここもちょっと拡張してますね。4マス分ちょっと拡張しております。まあね、家族も増えましたし、ここもね、ただもっと大きくしてあげたいな。ただまあ、方を移動したことによって、ここの2階の踊り場がちょっとすっからかんになっちゃったので、まあ、この階段の下にね、ストレージを置いてるんですけど、まあレシピとかをね、ここに持ってきたので、ここをちょっとキッチンにしちゃおうかなと。ちょっと狭いかな。確か鍋とか作れるんですよね。鍋。食材を素晴らしい料理に変えます。そしてこちらのジューサー、食材を素晴らしいドリンクに変えてくれる。この二つちょっと作りましょうか。ノイジとブドウのベトベトとサーキットボード。はいはい。ブドウのベトベト。ブドウのベトベトめっちゃ使うなぁ。あとネジも使ったかな。はい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 。これで、サーキットボードを作って、どこだどこだ、ジューサーを作ります。そして鍋も作ります。できたできた。お、いいぞいいぞ。結構でかい。思ったよりでかいな、これ。どうしよう。でかかったら、キッチンを大きくすりゃいいのさ。よーし。拡張するぞ。久々に船を大きくするな。やっぱこの瞬間が一番テンション上がるんだよな。あ、いいですね。どうしようかな。もうちょっとこっちにも増やすか。はい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 。こちらも橋を立てて、あーやめてー。久々のサメ、そこまだ強化してないから俺。このね、土台アームで強化してたらね、サメに襲われることはなくなるんですけど。まあね、サメ肉も欲しいし。ここかな？はい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 。ここに立てると、これで大きく、よいしょ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 、いいですね。で、ここ机にして、海を見ながら食べれるみたいなことにします？そうしようか。ちょっと待て、ちょっと待て。これ2階だと確か天井が低すぎて見にくくなるんですよね。なので、少し上げないといけない。つまり、半階上げるとどうなるんだろう。ちょっと待ってくださいね。あったあったあった。これの半分の階段と、半分の柱を立てると。OK。これで地面は作れたりするのかな？あ、いけますね。はい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 。これで、高さ的にはちょっと上がったけど、少し見にくいか？あ、いや、そんなことないな。はいはいはい。この高さだったら大丈夫だ。オッケー。来た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 。もうちょっと広げたいか？いや、これぐらいでいいか。ちょっと置いてみましょうか、鍋と。鍋を置いて、ちょっと浮いてるけど。出た出た、大丈夫かこれ。ちょっとね、火を扱うのでちょっと怖いんですけど。ま、ここに鍋を置いて、13を半階上のとこに置きましょうか。よいしょ。
よし、締まりついてるな。ちょっと待ってください。ここは、あー、ちょっと端っこに置きすぎたか。これを真ん中に置いて、ここに壁を作ると。あ、ちょっと待って。上陸したい。アンカーを下ろしておきましょう。よし。これで、鍋がある、13がある。で、この上、さらに上の階に、私が食べるところを、高いところでやっぱご飯は食べたいので、はしご！初めてのはしご！ OK？ これで登ることができるのかな？で、この上に、場所を作ると。こっちがいいな。はいはい。ここは作っていいか。で、こうして、こうして、こうすると。うわ、すげえ！で、これ登れる？こっちからジャンプでいけるな。あれ、これどうやって登るんだろう？お？え？逆向きだったとか、これ。もしかして。そんなことある？あ、そんなことあるね。逆向きに、逆向きにはしごつけてる。ちょっと待ってくれ。ねえ、なんでよ。はしご、はしご。嘘。こうして、はい、はい、はい。こっちですね。これで登れると OK。よかった。そして、さらに伸ばしたいので、どうしようかな。ここかな？はいよ、はいよ、はいよと、できたー！うわー、綺麗！いいですね、あー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 、ちょっと待って。ここでご飯を作って、ジュースを作って、ここで食べると !OK! もう繋げちゃおうか。はしごの意味なくなっちゃったけど。繋げちゃおうか。こっちの方が便利ですよね。そして、テーブルとか作りましょうか。はい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 。あ、丸テーブルとかあるじゃん。いいな、いいな。こっちの四角テーブル。うわー、丸テーブル迷うなー。粘土がいるんだ。粘土、粘土。どうしよう。四角テーブル、丸テーブル、どっちがいいかなー。好みはどっちだ、これ。迷うなー。どうしよう。丸作ってみるか。憧れありますもん。引くーローテーブルでした。ちょっと待って。椅子に座りたい。椅子に座りたい。これローテーブルなんだ。こっちハイテーブルかな。これなんかハイテーブルっぽそうですよね。ローテーブルかな。ちょっと作ってみるか。大丈夫？四角いやつ。が、頼む。うわー、ローテーブルだ。ちょっと待って、椅子に座りながら食べたいからな。これいいんじゃないか？これちょっとおしゃれですよね。よしよしよし。テーブルが3つできちゃった。オッケーオッケーオッケー。よし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 。で、ここに置いて、景色を見ながら食べると、うわー、完璧すぎる。完璧すぎるよ。ちょっと待って。最高最高。で、ここは、はい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 。でも、ここは吹き抜けでいいんじゃないかな。向こう側はね、吹き抜けで、OK でしょう。あと、椅子ですね。椅子も、あ、うわ、ソファーとか作れる。うわ、あ、うわ、うわ、バーとかにあるチェアだ。これいいな。どうしようかな。ソファーも欲しいですよね。まあでも俺これ好きだな。これ好きだぞ俺。はいはいはい。高っ。椅子高っ。あ、でもちょうどいいか。休んで。どんな表情それ。いいね。また後ろでね。ゆかみさん、しぎょうさん、みんなが見えるってのいいね。どんな表情それ。あ、いいですね。できた、できたよ。じゃあちょっと待って。このキッチンとかにソファーを置きたい。ここにソファーを置こうか。あ、吹きわらの壁にしてみましょうか。あ、いいですね。吹きわらの壁。あ、いい、すごいいい。オッケー、オッケー。
ここはじゃあ外から見えないプライベート空間にさせていただいて、ここにソファーを置きましょう。ソファー、どうやって作るんだろう。あ、作れますね。うわぁ、これでかいやつ作っちゃった。うわぁ、最高だ。こうかな？いや、こうかな？こうかな？ちょっとはみ出るね。こうかな？うるさ。よし！できた！うわぁ！喉乾いた！めちゃめちゃいいじゃん！ちょっと明るくしてこよう。あ、ランタンも作りてぇな。焚き火台、暖炉！欲しい！でかー！そうですよねー。調子乗ったー。暖炉作っちゃったー。くそ。とりあえずここに、いや、でかい。暖炉は却下ですと。ちょっとでかすぎましたね、ここにはね。まあ、後ほど、この自分の寝室であったり、ちょっと船長室、私のね、プライベートルームも作りたいと思ってますので、暖炉はね、そっちに置かせてもらおうかな。じゃあ、あとは、まあ、松明、この金属製松明、ガラスで、ガラスが1枚で作れる。これは何だろう？あ、置く用だ。あ、ちっちゃいやつだ。あー、これはちょっと微妙かな。こっちに置くか。あ、いいですね。この机の上だったら。あ、いいんじゃない？あ、いい、すげえいい。あ、なんかもうこれなんか天井にかけられるかもしれない。これはちょっともう一個作ってみよう。天井にかけられたりするか？ガラス、ガラス。はい、OK。これを、例えばこの天井とかに、ん？吊り下げられてるねー。吊り下げられてるねえ。お、見づらいな。ここ、うわ、できたー、うわーうわーうるさ。きれーきれー俺の船きれーかっこいいちょっと待ってくれ。ランタン、スクラップが足りねえ。スクラップ、スクラップと。虫がなくなってくな。まだ目的地にね、着くまでゆっくりやろうかなと思ったけど、思ったより時間かかっちゃってるな。で、この後ろとかに置きたいんですよね。あー、危ないね絶対火事になるよ、これ。でもいい。でもすごいいい。で、丸テーブルが、これもしかして再利用できるんじゃないんですか？かーよっと、うわははーはーい。俺なんか、まやさんの表情好きなんやな。どういう表情それ。どういう感情の時の表情なのそれ。喉乾いてるよねえ。今喉乾いてるけど、表情ピクリとも一つ変えない。マヤさん、喉乾いてるよ。あ、いいですね。みんなで食べるときは、まあ、ここでソファーで食べてもいいし、なんかね、黄昏たいときとかは、ここにね、ここに座って、いいんじゃないでしょうか。なんか膝に手を置いてんのもいいんだよな。じゃ、家具とかは、ここのストレージに入れておきましょう。棚、テーブル、グラス、暖炉と。いや、いいねここのストレージいいねあ、ジャンプでも開ける便利ここのストレージいいですね。ここら辺に取り付けるのも、ありだな。ジャンプで開けるんだ。最高じゃん。あ、じゃ、こことかにもランタンつけたい。ガラスが久々に使えるぞ。ランタン、ランタン。ランタンを大量に作れ。はい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 。スクラップか。スクラップがいるね。よいしょ。よいしょ。これ最高だぜ。よし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 。
5個ぐらい作ってていいんじゃないか？これで、こことかにももう吊るせるってことですもんね。どこしょ？あ、いい！いい！うるせえ。テンション上がる。テンション上がんのよ。うわたまらん！夜なのに明るい！最高だね。ここにしようかな。よいしょ。うわぁ。うわぁ。明るー。明るー。ここも、ここ。明るー。綺麗。夜なのに綺麗。はぁ。ごめんなさいね。何回もこれして。これでもカットしてますからね。何回も俺これしてるけど見たくなんのよこの毎朝の表情やばい、俺だけの可能性ある、笑ってんの。ちょっと待って、よくない。あー、いいですね。あ、船長室も明るくしちゃおう。こうかな。あら、置けない。よし、 OK。 あー、いい、すごい。寝室はま明るい。怖っ。こん中で寝てるんや。猫ちゃん4匹になってる。いや、いい。すごい良くなった。うわ、ここ、ちょっと、あ、でもどうなんだろう。動物ってあんま明るくしすぎない方がいいのかな。そこら辺はわかんないんですよね。どっちの方がね、過ごしやすい環境なのか。よいしょ。うわー、あったけー。これで夜でも全然行動できるぞ。最高だなぁ。じゃあ、あとはレシピですね。このなんか青いレシピはどうやらなんか特殊能力がつくレシピで、上のやつは普通のレシピ。で、この二つが鍋で、こちらがジューサーなんですけど、これ複数枚持ってるんですけれど、これってどうなんだろう？あ、書いてあるね。レッドメロン。使う。ここで使えるのかな？あ、なんだ？貼れるぞ。はい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 。え？貼るだけかい？レシピって貼るだけ？貼るだけなのかな？あ、普通の壁には貼れない。けど、ここには貼れるんだ。あー、じゃあこれは、これがないと作れないってわけじゃないのかな？どうだろう。まあ、とりあえず貼っておきますか。はいはいはい。ちょっと視点変えますね。レッドメロン、簡素なスムージー、ココナッツ、ビート。これちょっと持ってきてみましょうか。まあ、ココナッツとビートが一番手っ取り早いかな。13はバッテリーがいるぞ。これバッテリーなんだ。はいはいはい、できましたよ。で、ココナッツとビートも持ってきましたけれど。ん？あ、ココナッツを置く。はい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 。あ、基本4つなのかな？で、ココナッツを置く、ココナッツを置く、ココナッツを置く、ビートを置く。これで、調理を開始する。うわ、できた！お、すげえ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 。できてる？これ、街かな？すげえ！これ、1回あたりでどれぐらいバッテリーとか消費するのかな？鍋の方は、厚板だったので、鍋の方が使い勝手はあるかな？まあでも13の方がね、喉の渇きは言えるんでしょうけど、これを外したとしても、置けんのかな？置いて、これ貼っとかないと使えないってわけじゃないのか？それもちょっと試してみたいですね。ジューサーで今飲み物作ってんのに。水を飲む。できたぞ！グラスが必要です。はい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 。よかった、作っててグラス。あ、落ちた。ほ、あ、ちょっと取りに行く。ちょっと待ってくれ。グラス。グラスがいるのか、飲むのに。よいしょ。無理か。よいしょ。グラスですね。これかな？ジュースを飲むのにぴったり。はい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 。このグラスに、継ぐと。あ、一杯だけか。あ、はいはい、レシピを貼らなくても使えたな。
ああ、じゃあレシピは本当にメモ感覚なんだ、これ。確認するようなんだ、これ。できましたよ、ココナッツビート。うちなる子供心にはこの甘い飲み物を。いただきますあ、すごい、ヤギ乳みたいにこれまた、最大値が増えたぞ。しかも肺活量が増えてる、これ。肺活量じゃない。飲み物ゲージのところの最大量が増えてる。へぇー。うわぁ、やっぱり特殊能力が得られるメニューは難しいですね。これ、チリとか、確かお店でしか交換できないやつですもんね。元気のシチュー、これは確か買わなかったか？なんかね、人生を変えるベリーでしたっけ？え、じゃがいもケープキノコ肉1。じゃがいもケープキノコ肉1。じゃがいもケープキノコ肉1。じゃがいも、ケープ肉1。ケープキノコ。はい、ケープキノコはありますね。どこだ？あったあったあった。と、この、あったあったあった。ジュニパー。人生を変えるベリー。これですね。これでちょっと作ってみましょうか。元気の出る、ジュニパーを置く。はいはい。じゃがいもを置く。肉を置く。ケープキノコを置く。調理を開始する。うわー、できたできたできた。元気のシチュー。確かこれ、一回やられても復活するみたいな、めちゃくちゃいいやつでしたよね。できた。粘土の茶碗が必要です。うわ、キラキラしてるけど、まあ、うん。美味しそうかどうかは、まあ、うん。あったあった。粘土の茶碗。はい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 。これも4つ、4スタックずつできるのありがたいですね。料理とかもこれからこのストレージの中に貯めていきたいな。これ拾ったやつしかないんですよね。元気の出るシチューをいただきますと。よし。星、一度だけ死を回避できる不思議なシチュー。いただきます。うわ、キラキラしてる、すげえ。直で行くの？スプーンとか使わない？大丈夫？いただきます。直で行った。おお、なんかマークがついたぞ。わ、これも時間制限か。うわ、この間だけ、死を回避できると。はい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 。は、お腹のゲージも最大値上がってますね。なるほど。じゃあこれは、なんか強敵と戦う前、前とかに、あのね、母親グマとかを戦う前に飲むといいのかな？じゃあ、あともう一つ試したいのが、このレシピにも書いてない適当に、とりあえずポテトを4つ入れてみましょう。これどうなんだろう？失敗料理みたいになるのかな？これとかになるのか。もしかして拾った残り物。この食事はあまりいいものではありませんでした。どうなんだろうな。うわ、キノコオムレツとか。うわー、これ自分でメニュー模索とかもできんのかな。すごい確率だけど。キノコオムレツって多分ケープキノコと卵ですよね。で、できるかもしれない。なんかできたぞ。なんだこれは。野菜のスープ。ちゃんとできてる。いろいろな野菜が入っていて体を温めてくれます。うわぁ。じゃ、失敗料理とかないのかなぁ。釘とかは置けないんですもんね。釘を煮詰めたりとかできないので、置ける料理は何かしらができるんじゃないか。じゃあ、この生のドラムスティック、鶏肉と、ポテトと、生のサーモンと、レッドベリー。これ、絶対まずいだろ。絶対ろくなものできないけど、調理も開始できる。何ができるんだろう。さっきはね、じゃがいも4つはさすがにね、美味しいものができるから、これは、ゲーテものができるんじゃないか？もうできた。なんだ？なんかやばそうなのできたけど、大丈夫これ。